実は今配達中の手紙をなくして困っているんです。このゴツゴツ山のどこかで落としたと思うんですが、なかなか見つからなくて。寄り道をさせないで。全体的に能力値上がってくれるけど、どれか選ばんといかんっていうのがね、きつい。よし、とりあえずこれで、あ、一旦セーブしとこ。大事大事します。これで寄り道終わったけん、次何山やった？ゴツゴツ山やった？向かおう。やっとこさ。あっちのなんか迷いの森とか関係ないんやろ別に。なんかあるよ。何これ？花。ん？何も。ぷ。ぷぷ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 ぷ。なんだ？なんか変なん出てきた。ふふぁ、こんにちはであります。私はフラワーさんであります。フラワーランドというお花の国からやってまいりました。フラワーランドの綺麗なお花をキノコワールド中に咲かせたいのであります。あなたはきっとお花が好きですね。だからあなたにこれを差し上げるのであります。お、キノコタウンのフラワーガーデンでリップに大事に育ててもらおう。不思議な種もらった。それはお花の種であります。上手に育てれば綺麗なお花が咲くのであります。綺麗なお花は綺麗な心の持ち主にしか育てられないのであります。デリケートな花を大事に育ててくださいね。ほうほう。リップ。おったよね、なんか。どこやった？普通に中央の広場かな。あ、この子か。お花にお水をあげましょう。綺麗なお花を咲かせるために。私の名前はリップです。このフラワーガーデンをゆっくり見ていってくださいね。どこかに素敵なお花があるんだって。その素敵なお花の種はフラワーさんが持ってるんだって。フラワーさんはこんな顔。もしもフラワーさんを見つけたら、お花の種をもらってきてほしいの。もらってきたお花の種は、このフラワーガーデンに植えて、私がちゃんとお世話をするわ。どうぞ。種をくれるの？私とっても嬉しいわ。それじゃあ早速植えるわね。これはただ単に花が増えるってだけなんかな。一瞬で咲いた。ふっ。昔々のお話だけど、マリオさんは聞いたことあるかしら。フラワーさんの4色のお花をとっても上手に咲かせたら、不思議なことが起こるそうよ。一体何が起こるのかしら。とっても楽しみだわ。なるほどね。じゃあ、あと3色ってことか。これは、あれなんかな？世界各地にフラワーさんがおるってこと？ここにおるフラワーさんから、連続でもらえるわけじゃないよね。ほとんどのお花は喋りませんが、あなたの言っていることはちゃんと聞いているのであります。お花を育てるときは、いつも優しい言葉をかけてあげてほしいのであります。植物話しかけたらなんかめっちゃ育ってくれるっていうよね。本当かどうか知らんけど。なんかここも上がれそう。なんもなかった。ここはな、何？豚、かわいい。養豚場？ようこそ、キノコタウン名物のブーブー牧場へ。一回10コインでレバーを叩いて出てくる卵をハンマーで割るとブーブーさんが生まれます。どんなブーブーさんが出てくるかはやってみてのお楽しみ。かわいいブーブーさんを眺めて楽しんでください。ただし、誰かが柵の内側に入ると、ブーブーさんはみんな逃げていってしまいます。また、ブーブーさんは一度に10匹までしか牧場にいることができません。11匹目のブーブーさんは、中のブーブーさんと入れ替わって牧場に入ることになります。さあ、頑張っていろいろなブーブーさんを見てみましょう。まあ、ただただ、あれか、インテリア的な感じで楽しむだけかな。僕はブーブーさんが大好き。ブーブーさんのことを知りたい？まあまあまあ説明を。ブーブーさんは卵から生まれるおとなしくて臆病な不思議な生き物なんだよ。人が近づくと逃げていっちゃうから、ブーブーさんを見たいときは柵の外側からそっと眺めてね。ブーブーさんはいろんなタイプがいて、タイプによって見た目が違うんだよ。別にお供として連れていくわけじゃなさそうやしね。中にはキラキラ綺麗なシルバーやゴールドのブーブーさんもいるらしいよ。もしも生まれたブーブーさんのタイプを知りたかったら、また僕に話しかけてね。いろんなブーブーさんを見てみたい。ああ、これが僕の夢なんだ。何かご褒美があるんならあれなんやけど。でもまぁちょっと気になるね。足りんやんけ。私があのバッジを買ったけん全く足りんやんけ。なんか女の子たちが。あ、ここね、駅。なるほど、なるほど。とりあえずなんか話せる人がおらんか見とこ。
こっちにはイナサおった。ねえねえマリオさん、ゴツゴツ山にある滑り台、すっごく面白いんだよ。滑り台？遠くまでジャンプできる大きな滑り台もあるんだよ。また遊びに行きたいな。アスレチック的なものがあるのね。あ、ここになんか花壇がある。特に何も関係はないのね。話しかけたい。カラカラ砂漠は怖いところですよ。旅人のコインを盗む盗賊やサボテンのお化けがたくさんいるし、おまけにつむじ風も発生します。カラカラタウンへの道はまっすぐなので、うろうろしない方がいいですよ。逃げ回ってると迷っちゃいますよ。頑張ります。かわいいこの子たち。キノコ城が飛んでっちゃって、お仕事ができなくなっちゃったし、私たちではどうしようもないでしょ。ずっと前から思っていたことだけど、ゆっくり旅行に行きたかったのよね。ラッキー。一応こんな時だから行くのはやめとこうって言ったのよ。だけど旅行に行くことにしたの。でもね、汽車が動かなくって越長さんも困ってるんですって。砂漠の町に行きたいのに出発できないなんて困っちゃう。ギャルっぽい子たちだな。マリオさん、いつもアイテムをしっかり用意していますか？突然的に襲われた時、もしも何も持っていなかったら心細いでしょ。どこかに行くときは必ずお店に寄った方がいいですよ。ただ今私コインがないんすよね。これ私が破壊すればいいってことね。僕汽車が大好きなんです。それでここまで見に来たんですが、動けなくなっているんです。あ、車掌さんとかじゃないんや。汽車が走るかっこいい姿を見たかったんですけど、これじゃどうにもならないですね。ハンマーか爆弾。困ったなぁ、困ってるんです。線路の上に大きな岩があって汽車は動かせないんです。キノコ城が飛んでいた時の揺れで、そこに積んであった岩がここまで転がってきたんです。その大きな岩をどうにかしないと、ゴツゴツ山駅まで行けないんです。じゃあどうにかしましょう。とりあえず殴る。ビリビリビリってなっとる。衝撃が。待って、行け。イエーイ。ありがとうマリオさん、汽車が動かせる、動けるようになって嬉しいです。これでまた大好きな汽車が走っている姿を見れます。できたよ。ありがとうマリオさん、これで汽車を動かせます。発車往来。この汽車はゴツゴツ山駅に行きます。乗りますか？はい、まもなく発車します。お早くお乗りください。かわいい列車。え、あの子たち乗らないの？ゴツゴツ山に向けて出発。え、待ってたんじゃないの？出発していきますけど。行き先が違うんか？この汽車が行ったら他の汽車が出てくるとか。お、かわいい。見てあれ。煙がスターや。わー、すごいなんか、岩しかない場所だな。ゴツゴツ山。ステージ2、アラビン遺跡の謎。お、遺跡に行く。あ、ワンワン出てくるやん、ワンワン。あっちの大きい影は何かよくわからんけど。でもって、ここの星の星は女の子なんやね。リボンつけとったよ。着いた。ステーション。ゴツゴツ山、ゴツゴツ山。カラカラ砂漠やカラカラタウンへは、この駅からゴツゴツ山を越えてください。カラカラ砂漠に行くんやけど、まずはカラカラタウンか？え、それとも砂漠を越えんと間違いないんか？汽車が動きましたね。ふぅ、よかった。やっとキノコタウンに戻れますよ。あ、ごめんなさいね。こっちの人たちも待ってたのね。はい、セーブ。まだ平和な区域におる。コブロンという生き物がこのゴツゴツ山に住んでいるの。とっても可愛いのよ。可愛いんや。凶暴とかじゃないのね。あのでかい影の方のやつのことかなって思ったけど、違うっぽい。お、地元の人やね。カラカラ砂漠へ行くんなら、このゴツゴツ山を越えていくんだ。道に迷わないように矢印の看板をたどっていけよ。このゴツゴツ山には怖いやつがたくさんいる。気をつけないとひどい目に遭うぞ。危なくなった時には無理をしないで逃げた方がいいよ。ありがとう、そうする。ぜひともそうさせていただくわ。とりあえず矢印をたどっていきましょう。なるべくね、不要の戦いは避けて
でも戦わんとレベルが上がらんっていう頃ね。あ、別にレベルはね、同化外でも上げれるけん。ね。え、今はあれよね、体力。満タン、大丈夫。ここに回復ポイントがある。お？ああ、困ったな。どこへ行ったんだろう。何、誰？お、いい。気をつけろよ。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。探し物をしていたもので、前を見てませんでした。敵じゃないのね。あれ？マリオさんじゃないですか。マリオさんですよね。こんにちは。どうもどうも。私はパレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。実は今、配達中の手紙をなくして困っているんです。このゴツゴツ山のどこかで脅したと思うんですが、なかなか見つからなくて。寄り道をさせないで。もしどこかで手紙を見つけたら、きっと教えてくださいね。お願いします。私はこの辺りを探していますんで。なるほど。まあ、じゃあ注意深く見ておきます。手紙。お、コインが落ちするぞ。これは上から滑り降りてくるパターンやね。オッケー。到着せずに一段ずつ。これは？おお、なるほど。うわ、早い早い。怖い怖い。やめてよー。これはこっちなんやろうけど、下も気になる。早速寄り道していくやつ。これは壊せるやつ。かわいい。何君。話せたりとか。話せる。ふにゃ、僕コブロン。あ、この子？コブロン。ゴツゴツ山は今日もいい天気。こんなに天気がいいと気分もすっきり爽快だね。かわいい。敵じゃないのね、君は。ちょっとなんか、ボノボノみたいな。くぅー !100 溜まったらレベル1個上がるんよね。くそ、なげお、眠れよよ、眠れよい子よ、ゲット。ちょうど使ったところやったんよね。助かる。なんかセーブポイントあったけど。セーブポイントと回復ポイントは一緒に置いておいていただきたいんやけどさ。ねえ、なんかセーブポイントあるってことはさ、何か起こりそうやん。やめてくれる？そういうの。なんかハンマーあるよ、あそこ。うえい！ああ！これは、違う。これは、あれですよね。これをね。いけ。これか、手紙。キノコタウンのデアールへの手紙。ほうほうほう。あっちのも取りたいんやけどな。あれはどこから取るんだ？とりあえず、そんなにいっぱい出てこないでくれ。とりあえず届けに行こう。でもってついでに回復もしたいし、この辺もなんか出てきたよね。回復回復。あ、そうや、この子のすぐ横にあったんよね。はい、回復。はい、どうぞ、手紙。おー、そうです、これです。よく見つけてくださいました。おかげで助かりましたよ。それで、実はまだあと2通、なくした手紙が見つかってないのです。1通じゃないんかい、ゆえや。もし見つけたら持ってきてくださいね。よろしくお願いします。全然悪びれてね。